皆さんこんにちは、入川俊と申します。バッハをたどるというシリーズでずっとこの御岳サロンで続けさせていただいているんですけれども、今回はバッハのインベンションとシンフォニアという曲集をメインに、テーマはですね、エチュードというのが今回は多分テーマになるのかなと思うんですけれども、バッハのインベンションとシンフォニアというのも、バッハがもともと自分の息子のために創作をした練習曲というものだったんですね。そしてバッハからぐっと現代に飛び回して、リゲティというハンガリーの作曲家が矢野のために作りましたエチュード、この1巻から4曲、それからロシア、まあ、ウクライナの作曲家のカプースチンという作曲家が作ったエチュード、これはとてもジャズ風のイディオムで、しかし全て書かれているという音楽となっています。非常にバラエティのあるプログラムです。バッハからカプースチンまで、いろんな音楽を縦横無尽に弾きまくるような演奏会となっています。ぜひお越しください。